秋萩の枝元をのにおくろをショに、荒れやみむ人のため遊芸、相川哲岳の諸自営短歌、若田鈴り式部も、図解ひらがなの書き方 P32 二牛年生まれの、諸作紙やびよだれかい書店文庫名豆製果自絵化、相川哲学手術の言葉、芥川龍之介経験東京学芸大学名誉、教授、相川正幸相川哲学は、書家書、 諸学者芸術家東京学芸大学名誉教授。本名は、相川正幸相川正幸。現代書道研究の第一人者と呼ばれている。相川岩吉。志名の七人兄弟の三男として、岩吉は再婚のため、千葉に三人姉がいる。神奈川県倉木郡、六浦小村、で生まれる。親戚に相川東兵1955年。 横浜市立金沢高等学校卒業、1959年、東京学芸大学中等教育特別教科、教員養成課程書道科卒業、1960年、同大学専攻科修了。学士教育学は、基本的には、よりよく生きることのできる人間を育成する、活動という研究対象によって定義され、研究方法によって定義される学問ではない。 教育学は、哲学、歴史学、社会学、心理学、法学、行政学、経営学などの小学問を基礎に据え、あるいは応用することで、さらなる発展と、新しい視点を獲得してきたと言える。そのため、時に、この学としての堅牢さが不十分であるとか、学問のアイデンティティが未完成であるとかという指摘を受けることがある。例えば、哲学教育や、 心理学教育といった教育体系は成立しうるが、教育学に関する教育体系としての教育学教育や、あるいは教育学に関する教育を学問的に講求する教育学教育学などのような学問の成立にまでは至っていない。1961年、神奈川県立横浜緑川加工等学校教諭、1977年、 東京学芸大学教育学部助手。その後、専任講師、助教授を経て、1987年、教授、2000年、平成12年5月東京学芸、大学名誉教授に就任しました。この間、法政大学通信教育部非常勤講師、日本大学分離学部非常勤講師、東京大学東洋文化研究所内地、研究員など、また、 三東大学客員教授、西安交通大学客員教授などを務める。2000年、立正大学文学部教授、大学院と合わせ、7年ほど同大学にて教弁を取る。東京都町田市の菅原神社室日本書作品の結成に尽力した人物である。宮尾よだれ会書店に、毎年作品を出展している。神奈川の書、今を描く書、神奈川店。 5年に一度の大祭、会派や年齢越え、神奈川横浜、祖合美術館で2013年4月6日から4月14日、開幕時、出品作品81の書、西川康氏の書館掛け壁面狭し、名積み流る、自衛短歌相川哲掛け81とは、秋草道人合図81西川、康氏日本における書道の公募展では日展、読売書法展、三景国際書展、 と並んで、最も権威がある、四大書道展の一つである毎日書道展出身の、書家でもある。日本芸術院、第一部美術大五文化書、書道展参照。主事の言葉、芥川龍之介経験経験ばかりに頼るのは、消化力を考えずに食物ばかりに頼るものである。同時に、また経験を虎にしない能力ばかりに頼るのも、 やはり食物を考えずに消化力ばかりに頼るもので、ある。など横物の作品もある。相川哲、崖作品集参照警告、規定の総とキー、相川哲会が、その前に書かれている規定の総とキー、格式用育格を上書きしています。ABCDEFGHIEO エラー、無効なレフタグです。当文献という名前の注釈に対するテキストが、 指定されていません。ありがとうございます。